ちの まあイベントだったかな。でもにしてもすごいな、リーフデーゴーだったっけ、あんな海坊主一発で食らってもね沈まないっていうね、どんだけ頑丈なんだよすげえな当時の技術ねえ、いやーまあ、いやーもしかして海坊主は戦うのかな、これはもしかして、なんか嫌だな。まあというわけで、どうしようかな、サブミッションとミッションこっちあるのか、どうしよう、なんだろう、まあ俺的にはなんだろうね、そのサブミッションやってからメインミッションをやるっていう感じの人なんだよね。まあまあなんだろう、どうしようかな、今回はまあ一応メインミッションさっきやったからどうしようかな、今回はメインミッションをやっちゃおうかな。でサブミッションはこれはまあちょっとね次回に回そうか。そうしようか。OK。そうしようか。で、まあさっきなんか、シマサコンって言ってたけど、あんな感じの人だったのか。で、シアーシャーズ、ふーふー、おー、かわいい。かわいい。あー、夫婦っていうじゃなくて、目をとらえけんか。あ、メオと雷犬か。を、雷をまとう犬の姿をした守護霊。雷犬のつがい。神域を守る霊獣であり、神社でいいかな。神社でいいかな。に置かれてる、何犬の中には、雷犬をかたどったものも多い。神域を、神祖でいいのかな、とするものが、神罰により雷、雷に打たれるとされるのは雷犬の仕業であろう。立花銀次郎の、実父であるかな。立花、立花道行、なんか違うな。なんか古い名前がね、たまに読みづらいんだよね。まあ、銀次郎の父が、雷を切ったとき、調布された雷のあやかしは雷犬に返事、以後、立花家の守護霊となったと伝えられる。白犬でいいのかな、あのように一体になったら、雷犬は、つがいが揃うことで真の力を発揮する。いやー、いいなー、かわいいなたぶんあれかな、青いの方が、オスって感じかな。で、ピンクが、まあ、メスでいいのかな。そういう考えでいいのかな。分離動画再生、分離ってどういうことだ、ああ、そういうこと、秀吉様には、ああ、これか。そういうことか。どうしよう。なんか、装備してみようかな。これは、かっこいいじゃん、そこ。かっこいいなあ。槍、もしかしてこれ槍、あーこれはなんか欲しいな。ということはもしかしてどっかでサブミッションみたいな、まあ、メインミッションでも構わないけど、あそうだね、3回勝利するって書いてあるね。あそうだね、3回勝利っていうことはミッションかサブミッションで戦うことできるってことだよね。そしたら槍もらえるのかな、もしくはね、あの、製法書、まあ、作れるんだったら、まあ、さらに嬉しいんだよね。まあ、というわけで、あ、そっか、雷犬、あれ、装備してみようか。ヤシロで、あ、いた。これなんだ、防御のカーゴ、ダッシュ、武器の気力ダメージ、耐えられ、あ、妖怪の近接ダメージか。でも攻撃力上昇、雷属性が42。あ、継続時間長いのか。行動力、ゲージ回復力。
15時から、アムリタゲージ蓄積効率、あ、少し早めに、なんだ、なんだろう、貯めやすいってことかな。でもな、気力10アップ、気力回復速度がちょっと魅力なんだよな。どうしよう、こっちちょっと使ってみようか。せっかくだしね。オッケー。さーてと、じゃあメインミッション行きましょうか。で、それで、終わりにしようかな。吉川、ひろきかな？あったのか、ひろき？まあいいや。よくぞ来られた。それがし、なんだ、何国だっけ？あれ？これどう読むんだっけ？預かる吉川家、まあ、ゆっきーと申す毛利本家当主に代わり、それがしがお話を参ろう。先の頃より石見の銀山に何々が出没し、銀の採集もままならぬ。銀は毛利家の貴重な財源。安神殿の鬼を払うという力、ここは一つ毛利を助けるために振るうではもらえませんか。ここには何があるんだ。小玉が9体で、八代っていうよりもあれか、八代あるのか。オッケーオッケー。んー、これはあれだな、早速これ装備しちゃおうか。どっちにしようかな。属性ドロップ、防御力アップ、どっちがいいかな。の獲得、アムリーター、タイマー、ヒドロップリッツァ、防御、属性攻撃なんかあったっけ、ここ。特にないな。じゃあどうしよう、こっちを外しちゃおうか。で、毒このお守りにして、オッケーと。よし、オッケー。じゃあ始めよう。さあ、ミッション、メインミッションだから、ボスは絶対いるんだろうな。クリアできるか？時間内にクリアできればいいんだけどね。よし、進もう。あ、ここから、また洞窟？別にいいけど。まあ、別にいいけど。調べる。この装置が空気を循環させている。え、すげえ。こんなものあるの。これなんか、ていうかすごい回転してるな。ていうかこの時の技術ってどんだけ高いんだ。すげえ。でもどうやって風通してるんだ。この中、ここから入って、ここね、横から出てるってこと。まあいいよ。見てみようか。さあ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 、ここはどこだ。毒の霧が満ちているようじゃの。晴らす手立てを探すのじゃ。全部毒。そう、なんか落としたぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。石か、取れ、取れない。ちょっと待って、毒が痛い、毒が痛い、毒、毒、毒がやばい。危ねえ、毒。ちょっと待って、これはもう毒、毒消し必要だな。風よりも多分毒消しにした方がいいよね。毒消し、はい。で、毒消しの方を、まあね、どこだ、風にしようか。よし、あぶねえ、あぶねえ。すっごい、そこ通れないのか。どうしようかな、こっち行けるか。こっちもなんか嫌な感じがするな。なんでこんないっぱい、いやー、いやー、いやー、う
うえ気持ち悪い。この野郎。よいしょ。くっそー。ゲロ吐いてきたし。いかん。もうそこまで鉱毒が。早よ遠見を回さねば。あれ、遠見ってもしかしてさっきの装置のことなのかな。下に小玉がいるね。ただ問題はどうやって、あれを駆除しないとダメなのか。あの変な石が危ねえ。近づくと鉱毒であっという間に大打物だ。ほう、ということはあれを駆除すればいいのかな。なんもないか。じゃあ、これもしかしてあれかな。気持ち悪い。おっと、まあ
危ねえ。びっくりしたー。危なくならないけどね。あれなんだ。アイテムか。よし。次は、これなんだ。あ、まあ、一応、戦おう。危ねえ。
あー、あった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 。あそこか。あそこまで行かないとダメか。じゃあ、あ、止まった。よし。で、また使って、で、あそこまで行って壊すと。よいしょ、オッケー。これでも発動しないよね。いいのかな、これで。ここに裏取れるかな。あー、取れなかったー。くそー。バレるな。壊した。よいしょ、オッケー。鬼の角。うん、あとはどこかな。なんかあるかも。これはなんだ。これは常に作動してるからいいのか。ということは何、安全地帯って感じかな。ではだろうか。あー、どんどん下行くな。小玉どっかにあるな。あ、違うな、上だな。うわ、上なんかいるよ。もういるよ。どうしようかな。これどう上行くのかな。あ、あそこかな。行くか、頼む、誰か。いや、そりゃ辛いな。上行くには多分ここから行くしかないよね。鬼かー。そこ、あそこで出てくるの。いや、キャンペしてほしいな。ちょっと待って、これを先にやっちゃおうかな。ここあとはもうないよね。ここあとはもうぐるっと回るって感じかな。ああ、もうすぐ出口じゃ。これで出すか。あ、間に合わずってことか。あー、これはつらいな。でも高毒だからね。まあね、この時代だと多分それ時代か多分わからない。まあ知らなかったと思うかな。まあ知ってる、してたのかな。鉱毒っていう単語ができてるから。ただね、大将がね、さっきみたいにあれ常に回し続けたらいいんだけど、そうもいかないよね。どこだ。あ、そっか。あ、どうしよう。これやっちゃおうか。よく燃える発基地でいいのかこれ。素材の一つだ。
だからあと7かな。でこれどうしたらいいかな。あれ行かないんだっけ、これ行かないのか。なんか下行けるように見えるんだけどね。あれじゃあこれ ここ終わりってこと。あとは上へ行くだけかな。行くだけかな。まあ上っていうかここ、あれちょっと待って、元の道戻った方がいいよね。これは安全地帯的、あ違う、ここか、ここ下か。あとはもう大丈夫かな、ここは。大体一通り回ったよね。まあなくてもね、また、まあ空いた時間でまたね、ゆっくり探索する。大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。よし、一通り、まあ大体多分、アイテムとか見逃しないよね。オッケー。じゃあ、ここだっけ？ここから下行くんだっけ？ここかな？っていうか、すげえな、これずーっと回り続けてるっていうね。どう見ても手動で回すんだよね。そもそも動力源がどっから来てるんだ？まあいいや、まあね、多分実際はリアル世界では多分そうはいかないんだけどね、まあね、ゲームの仕様ですからね、ゲーム理論って言ったら、うわー、やだなー、あーそこ、階段、はしご、あれか、ショートカット用かな？さーて、鉱毒の元はどこだ？あ、違うな。あるかな。じゃあ言うまあここ行くしかないか。いいってうわやだな。うわそこ鬼か。ちょっと待って、ちょっと見てみよう。どうだ、プシューって音してるよね。
ダメな崖ですね。というわけでこれをこの人を、あー槍か、そう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 、れなくなり、さらに攻撃範囲が広がるっていう、これが取りたいんだよね。でも多分これ修行ミッションだから、多分初級、中級、多分上級ぐらいかな。もしさらに上あったらね、それやらないと多分これ解放しないよね。時間かかるな、これは。空いた時間でやるしかないな。まあそれはさておいて、あそこか。これ降りたらもうあれなんだよね。そうするともう2を倒さないといけないか。あそことがあるぞ。なんでなんでお前が、なんでお前があそこにいるんだ。一番嫌な場所いるなお前。石とかできないか。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。これは無視できるか、できないんだよな。ちょっと待って、あそこどうやって上がるか。それはどうしようどうしよう。多分あそこかな、光が見えるから、あそこからぐるっと回ってあそこ上に行くみたいだよな。どうしよう、そうした方がいいかな。行ってみよう。毒毒毒、行って、いい、あ、上がる上がる、はい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 、よいしょ、よし、ここだな。そうそうそう、お前、お前、よくないよ、よくないよ、勢力がよくないよ。入っても、暗いとこで生きてきたな。最後にお天道様が見てえな。消えるの？これは初めて見た。あ、そうかな。まあいいや。消えたっていうか、まあ相手しなかったから無視しっていうかね。ここも広がってるのか。じゃあ。
鉱毒が発生しているその石が常に回復しちゃうのか。まああとはあれか、まあ火力高い武器があれば、それは多分関係なくね処理できると思うけど、そうはいかないね。なんでお前がいるの？違うよ、用語的には気力だよ。まあどっちでも同じだけどね、せっかくね、この、あ、やべ、